手書き文字認識とは認識可能な手書き入力を受け取るコンピュータの機能である。入力元としては紙に手書きされた文書、写真、タッチパネルなどの機器がある。事前にオフラインで書かれた文書を光学スキャンして入力するオフライン手書き文字認識とオンラインで手書き文字入力するオンライン手書き文字認識に区別される。手書き文字認識は基本的に 工学文字認識の技術の上に成り立っている。しかし、オンライン手書き文字認識の場合は、筆順や線を描く方向なども考慮し、最もそれらしい文字、または単語を探すという技術も必要になる。オフライン手書き文字認識は、紙の上に書かれた文書イメージを工学スキャンし、そのイメージを自動的にコンピュータで、処理可能なテキストデータに変換する。 これで得られるデータは、手書き文字の性的な表現とみなすことができる。手書き文字は人によって癖があり、バラエティに富んでいるため、通常の光学文字認識よりも難しい。OCR は印刷文章を対象とし、インテリジェント文字認識は、いわゆる筆記体でない手書き文章を対象とする。あらゆる手書き文字を認識できる OCR、アイクアは、 今のところ存在しない。この技術は保険会社のようなたくさんの手書きの文章を処理するビジネスで使われて成功している。認識の質は文章を構造化することによって大幅に向上させることができる。対象領域を限定することで手書き文字認識システムの認識率を向上させることが多い。例えば ZIP コードを対象とすれば 文字の種類は0から9までの数字に限定される。このため文字の特定の際の可能性をかなり限定できる。主に次のような技法がある。オフライン文字認識では過去に書かれた書類などをスキャンして入力とすることがある。ここでスキャンイメージから個々の文字を区切って抽出することが必要になる。このためのツールも存在するが、 この工程の問題が完全に解決されたとは言い、がたい。よくある問題は、二つの文字がくっついて書かれているため、一つの文字として抽出される場合である。これが次の文字認識工程を困難にしている大きな問題である。これを解決しようとして様々なアルゴリズムが考案されている。抽出後、個々の文字のイメージが認識エンジンに入力され、 対応する文字コードが何かを特定する。認識技法はいくつか存在する。ニューラルネットワークニューラルネットワークによる認識エンジンは、まず訓練用をイメージ群で学習する。そして、訓練済みネットワークを使って文字を認識する。ニューラルネットワークは、それぞれの訓練イメージを区別する属性を学んでおり、認識対象のイメージに同様の属性がないか探す。 ニューラルネットワークはセットアップが簡単だが、認識対象と傾向の異なる訓練イメージしか与えられていないと認識率は低くなる。特徴抽出特徴抽出もニューラルネットワークと似たような方式で機能するが、プログラマが重要と考える属性を決め、手動でそれらを設定する必要がある。ここでいう属性とは次のようなものである。この技法は、 認識工程で属性を制御できるという利点がある。しかし、特徴量は自動的に学習されないため、ニューラルネットワークのような機械学習よりも開発には大いに時間がかかる。オンライン手書き文字認識は、特殊なタブレットや PDA を使って入力されるテキストを自動認識するもので、センサでペン先の動きやペンの上げ下げをデータとして収集する。 これらのデータはデジタルインキと呼ばれ手書き動作の表現とみなすことができる。この信号を認識アルゴリズムに従い文字データベースとのパターンマッチングを行い書かれた文字をテキスト情報に変換しアプリケーションに受け渡す。この方式のインターフェースには一般に以下の要素が含まれる。Apple Newton と iPhone キーボード入力の代替として 手書き文字認識を採用した商用製品は1980年代初め頃に登場した。初期の手書き端末製品として、ペンセプットペンパドやインファイトのポス端末がある。パーソナルコンピュータが巨大消費者市場を形成すると、キーボードとマウスの代替として、ペンセプット、CIC などから手書き文字認識システムが発売された。 最初のタブレット型ポータブルコンピュータとしてグレッドシステムズのグリドパドが1989年9月にリリースされた。これには MS DOS をベースとしたオペレーティングシステムが搭載されていた。1990年代初め NCR、IBM、EO というメーカーが共同で5社のペンポイント OS を搭載したタブレット PC をリリースした。ペンポイントには 手書き文字認識機能やジェスチャー機能があり、サードパーティー製ソフトウェアにもそれらを適用可能だった。IBM は当初、シンクパッドのブランド名を使い、独自の手書き文字認識技術を使っていた。この認識システムは後にマイクロソフトの Windows4 ペンコンピューティングに移植され、IBM では OS2 にも移植した。これらはいずれも商業的には失敗した。 電子工学の進歩により手書き文字認識に必要な装置はタブレット型コンピューターよりさらに小型にできるようになり PDA に手書き文字認識機能が使われるようになっていった手書き文字入力を提供した最初の PDA は Apple コンピューターのニュートンであるニュートン OS が実装された PDA メッセージパッドは 効率化されたユーザーインターフェースの有利さを世間に知らしめた。しかし、ニュートンは商業的に成功しなかった。価格や処理スピードの問題に加え、ユーザーの書き込みパターンを学習するソフトウェアの信頼性が低かったことも普及を妨げた原因の一つとして挙げられている。ニュートン OS2.0 では、モードレスエラー修正などの現在の認識システムでも、 見られないユニークな機能を含めて手書き文字認識が大いに改善されたものの、それ以前に悪い第一印象が形成されてしまっていた。アップルニュートンが生産中止になり、その機能は MacOS 10.10.2に移植され、後にインクウェルとなった。パーム社が定義した手書き文字認識用の簡易記法。 グラフィティ文字 A を入力する場合、A ではなくラムダと書く。フォーム1はグラフィティ認識システムに基づく PDA のシリーズを開発、販売した。グラフィティとはアルファベットと1対1で対応する一筆書きのパターンの集まりであり、これを採用することにより認識精度は飛躍的に高まった。ユーザーはアルファベットに似ているが、 書き順や型の違う入力パターンを覚える必要があったものの一旦覚えてしまえば高速かつ正確な認識により快適な入力を行うことができたただしアルファベットやアラビア数字一部の記号以外の文字を入力するにはインプットメソッドによる変換作業が必要だったなお当初のグラフィティ方式はゼロックスの保持する特許を侵害していることが判明し 後に、ゼロックスの特許に先行して存在していた CIC のシステムのライセンスを取得し、そちらに乗り換えた。シャープは、Apple ンピュータとの提携により、ニュートン OS を搭載した PDA のハードウェアを製造していた。シャープは、ニュートン OS の日本語ローカライズを行い、日本国内で販売することを検討していたが、ニュートンの商業的失敗が明らかになると、 独自路線に一本化した。同社が製造、販売していた電子手帳を拡張し、ニュートンのようなペン操作による UI を組み込んだ。自社ブランドによる PDAπ-3000 は日本国内で同種の商品としては異例のヒットを記録した。同社は PDA にザウルスの愛称を関してシリーズ化し、 数度のアーキテクチャ変更を経て今日まで販売が続けられている。手書き文字認識エンジンは年々改良されており、ある程度の癖字や崩し字でも精度は低いが認識できる。認識に要する時間はやや長く、あまり高速な入力はできない。マイクロソフトはペン操作を前提とした UI を持つ OS、Windows モバイルを開発し、ライセンス販売している。同 OS は、 汎用性の高い組み込み向け OS である Windows CE をベースにペン操作に向いた UI や PDA として利用するのに必要なコンポーネントを組み合わせたものである。かつてはキーボードを搭載したハンドヘルド PC というセグメントがあったが後にペン操作に一本化した。Windows モバイルを採用した PDA はパームから顧客を奪い一定のシェアを確保したものの 新規需要の掘り起こしにまでは至っておらず、シンビアン OS などを採用したスマートフォンに押されている。デスクトップ OS をベースにした手書き文字認識システムには Windows XP タブレット PC エディションがある。タブレット PC はタッチパネルを装備した特殊なノートパソコンでスタイラスを用いてスクリーン上に文字を手書きで入力できるようになっている。 OS は手書きされたパターンを認識し、それを通常のテキストに変換する。Microsoft のシステムはユーザーの書き込みパターンを学習せず、類似した字型を含む内部の認識データベースとのマッチングを行っている。このシステムは Windows モバイルの中で使用されている手書き文字認識システムとは異なる。Windows 7は学習機能のある高度な手書き文字認識システムを持ち、 英語だけでなく、日本語、中国語、韓国語などに対応している。汎用 OS を使ったものとしては、製府、損保業界では、タッチパネル搭載、キーボードなしのハンディ PC に、タブレット PC エディションではない、デスクトップ向け汎用 OS と、独自の手書き認識エンジンを組み込んだものが使用される、ことがある。また、キオスク端末として、 ペンオペレーション可能な小型 PC が利用されていることがある。これは利用者の利便性向上のほか、キーボード操作を無効にしてシステムの安全性を確保するという目的もある。最近ではデジタル要素を仕込んだペンで紙に文字を書いて、そこからデジタル化されたテキストを得る試みがなされている。例えば、アノトが開発した技術は比較的知られており、教育市場である。 程度成功を収めている。この技術が定着するかどうかは未知数である。手書き文字認識は入力方式として一般化してきたが、未だにデスクトップコンピュータなどで広範囲に使われるには至っていない。キーボードによる入力の方が早くて信頼性が高いという見方が一般的である。PDA では手書き文字認識機能を搭載したものが多く、中には 筆記体も認識できるものもあるが、認識率の低さが未だに問題であり、ソフトウェアキーボードの方が効率的だと感じるユーザーも多い。最近の手書き文字認識システムの例として、マイクロソフトのタブレット PC 用 OS がある。インフェルノと呼ばれる遅延時間ニューラルネットワーク分類器を採用しており、マイクロソフト自身が開発した。ニュートン OS2.0 で使われていた。 手書き文字認識システムを1999年にパラグラフインターナショナルからマイクロソフトがライセンス供与を受けたキャリグロファーも TDNN と共に第2の認識エンジンとなっているキャリグロファーの新世代版は2001年にパラグラフが買収したファウェアコープから Windows モバイル版として発売されているエワーノとコーポレーションが2000年から2004年に 開発したライツクリプットは第3世代の手書き文字認識技術と言われ、同社のリテッペンを及びエバーノートソフトウェアに採用されている。リテッペンは Windows Vista にもともと備わっている手書き文字認識機能とライツクリプットを連携させ、認識率を向上させている。セルライターは Linux 向けのオープンソースの手書き文字認識プログラムである。 ミネソタ大学のアンダーグラデュエートリサーチオポチュニティプログラムの一環としてマイケル・レヴィンランが開発した。セルライターは書き手の癖を学習する方式であり、使う前に訓練を必要とする。A 単語認識エンジンを備えて認識率を強化し、ソフトウェアキーボード機能やコンテキストメニューで認識ミスを微調整したり、訂正したりできる。他の認識エンジンとは異なり、 ソースコードとアルゴリズムが公開されており、無料でダウンロードできる。マイスクリプトビルダーは、ビナナーベジクッズがリリースしている手書き文字認識、SDK で、アノトが開発したデジタルペンを使ったアプリケーションの開発にもよく利用されている。手書き文字認識は盛んに研究されている分野である。この分野で最大の国際会議として、アイクフアが たま数年に開催され、アイクターが奇数年に開催されている。どちらも IEE が精査した論文が発表される。特に研究が活発な分野は次の通りである。ありがとうございます。